Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kaikei, one of the two leading sculptors of the early Kamakura period. He might have been assisted by aliens, whom we may call Buddha here in Japan. 今日の物語は鎌倉時代初期の彫刻師快慶についてです。謎の彫刻師快慶です。運慶と並んで鎌倉時代を代表する彫刻師です。快慶の彫刻を見てまず驚くことはその完成度の高さです。まるで写真を見ているかのような錯覚を覚えます。精緻で、しかも完璧です。で、その快慶について調べてみましたが、始めるとすぐ私は3年前の自分を思い出しました。ギリシャ彫刻について調べた時のことです。最初は何かおかしいぞというような軽い疑問でした。が、調べていくうちに、やがて人間技でないことを知りました。完成度だけではありません。ギリシャ彫刻と呼ばれている彫刻には大変よく似た彫刻が何体もあるということです。ほんのわずかですが動きが入っています。アフロディティについても立像が4体、かがんでいるのが4体あるなど。ところがやがて髪の毛だけは違うことに気がつきました。彫刻そのものはほんの少し動きが入りポーズが違っています。しかしあとは髪の毛を除いて全く同じです。中には腕の血管や傷まで同じのもあります。私は何度も自分に問いかけました。なぜか、なぜかと、がやがて一つの推論を立てました。ギリシャ彫刻は今でいうコンピューターライズされた彫刻機械を使っていたのではないかと、こう考えると髪の毛だけが違うという理由が説明できます。髪の毛だけはいくらデータを集めてもそのデータをもとに髪の毛を彫ることはできません。細いからです。それは現在の今でもそうです。が、それだけではありません。ギリシャ彫刻は神々の歴史を表した立体彫刻であることを知りました。例えば、アポロとミトラの像を見比べてみてください。髪の毛は違いますが、顔の形は同じです。つまり、ギリシャ彫刻はこういう形で、アポロとミトラは同じ神であることを示しています。他に、レアとヘラも、区別がつきません。などなど。謎が続きました。例えば私たちが現代、ギリシャ彫刻と呼んでいるのは、そのほとんどがローマで作られたローマンコピーであるということです。わかりやすく言えば、ローマ人たちがギリシャから彫刻を一度ローマへ運び、そこでコピーしたものであるということです。が、ここからが、まあ、話が大変おかしくなります。ローマンコピーはこうして生まれましたが、肝心のオリジナル、つまり元のギリシャ彫刻は、そのほとんどが消失しているというんですね。つまり、なくなってしまったと。おかしいと思いませんか？今私たちが見ているギリシャ彫刻というのは、ほとんどがコピーなんですね。現在、ギリシャ彫刻と言われているものは、そのためほとんど残っていません。ただ、もちろん例外もあります。例えば、ミロのヴィーナスと呼ばれているハーマフロディスの像などがそれです。数は少ないですが、ギリシャの周辺で、まあ、見つかって、現在に残っている像もありました。が、そのほとんどは消失しています。さらにおかしなことに、大理石を掘ったはずの鉄製ののみは、未だギリシャ周辺では一本も見つかっていません。どうやって掘ったというのでしょうか？またどうやってローマンコピーを作ったというのでしょうか？と言っても、ここでは何もギリシャ彫刻の謎について話す、そうというわけではありません。話を快慶に戻します。快慶の謎を調べているとき、私は先にも書いたように、3年前に、まあ、例えて言うならばですね、タイムスリップしたかのような錯覚に囚われました。また同じことを繰り返しているとです。同じ疑惑、同じ作業、同じ検証。で、調べていくうちに、快慶の彫刻もギリシャ彫刻と同じ手法で作られているのがわかりました。同じような像を何体も作っているという点ですね。ほんの少しだけ、まあ、動きが入っていて違って見えます。それにほんのわずかですが、それぞれには何かのバリエーションが加えられているという点です。
あるいは別の像のパーツを組み合わせているというところもあります。同じことはガンダーラ仏についても言えます。さらに兵馬俑の兵士たちについても言えます。同じような像ですね。まあパーツを組み合わせて、まあ別の像に仕立てているということですね。わかりやすく言えば、別の像に仕上げるためにデータの使い回しをしているという点です。わかりやすく言えば小細工。その小細工が随所にしてありました。それについてはこうして画像で今示していますので、皆さん自身の目でご確認ください。背景はもう真っ黒です。手で彫ったのではなく、先にも書いたように、今で言うコンピューター技術を使って作られた、まあ、つまり機械による彫刻だということです。完成度もさることながら、その精緻さにも驚かされます。が、以上のことだけで、そう判断したのではありません。私はそれを確かめるため、数日前、高野山金剛峯寺へ行ってきました。金剛峯寺には、快慶の彫刻が何体か所蔵されています。たまたま1200年祭というかで、その展示もしてあると聞きました。で、行ってきました。自分の目で確かめてきました。で、その証拠が見つかりました。その証拠については、この動画の最後に紹介しますが、ただ残念なことに、まあ、会館ではですね、撮影禁止でした。ですから、私は自分の目で、それを確かめるしかありませんでした。そして、言葉として皆さんにこうして報告するしかありません。と同時に、ここでお見せする証拠は、ネットで公開されている写真ですが、それをもとに、後で証明してみます。どうかご覧になってください。で、画像を見ながら、もう一度説明します。まあ、このようにですね、体型は、まあ、似たような像を、やはり4体、まあ、この場合、まあ、4体が多いっていうふうになるんでしょうかね。あるいはたまたま収集家の方がこうして、まあ、似たようなね、像の写真を集められたとも考えられますけども、まあ、このように4体が一組になっているのが多いですね。そして比べてみますと、同じなんですね。で、まあ、こうした事実についてですね、まあ、考古学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、昔は師匠というものがいて、そして弟子たちは師匠が作る、まあ、仏像をですね、正確に、まあ、模写、模刻して、このように同じような像を作ったというふうに説明してあります、しています。まあ、本当にそうでしょうかね。もしそうならば、全く同じに作るべきなんですけども、完成度という意味では、まあ、上限がないですね。そして、全く同じかというとそうでもないんですよね。バリエーションが加えてあります。これは兵馬俑の兵士を調べた時もそうなんですね。ボタンであるとかね、留め具の位置であるとか形などは少しずつ違います。私が調べた限り同じものはですね、同じ、全く同じ像は一体もありませんでした。ほんのわずかだけ変えてあるんですね。そして組み合わせも仕方も変わっています。で、こうしては別の像に仕上げているということですね。同じ手法がギリシャ彫刻でも使われています。それ今まで紹介してきましたので、またこれからも紹介していきたいと思いますけども、ともかくもほんのわずかだけバリエーションを加えたり、あるいは、まあわかりやすく言えばですね、時間差を置いてデータを集めた彫刻だということです。ですから、例えば、アフロディティの像にしてもですね、腰巻きがあったり下がったり、あるいは手の位置が上上がったり下に下がったりしてます。しかし、顔は全く同じなんですね。体のボディラインも同じです。胸の形も腰の形も全く同じです。ただ、髪の毛だけは違いますね。中には似たような髪の毛を、まあ、持ってきて貼り付けたのもあります。しかし、髪の毛だけは、先ほども言いましたように、まあ、コンピューター、現代のコンピューター技術を使ってもですね、同じように言いますか、彫ることはできないわけですね。ですから、今はどうしてるかと言いますと、まず大方の形を彫っておいて、あとはですね、手彫りでラインを入れて、まあ、着色して、そして髪の毛を作っているという方法を取っているそうです。まあ、それがもう髪の毛の限界なんですね。ですから髪の毛だけは、まあ、なんて言いますか、コンピューターでも彫ることができないということですね。まあ、それはそうですわね。いくら細い、まあ、データを取ってもですよ。それを大理石に掘るということは、まあ、不可能なんですよね。まあ、掘ったところですぐ折れてしまうと言いますかね。壊れてしまうということにもなりかねません。ですから髪の毛だけは違うということですね。まあ、この、会計の、まあ、仏像についてはそれはありませんけども、しかし、まあ、同じように、まあ、こうしてね、まあ、これから4つ像をお見せしますけども、このように、まあ、像が作られているわけです。で、会計の場合はさらに興味深いことにですね、左右が反転してあるんですね。で、まあ、これが元のオリジナルですけども、これを今反転しています。するとですね、左2つは全く同じになるんですね。そして、右の2つもですね、一方を反転しています。中部からご覧くださいね。反転して同じになるんですよ。この反転したというところがミソなんですね。つまり、反転して同じものを作ったということなんですよ。これは弟子たちが作るにも大変だったろうと思いますね。もし手彫りだったら。反転して同じに作るんですからね。
同じものをですね、同じ、まあ、方向から見たのを作れば簡単でしょうけども、反転して同じものを作るということなんですね。そしてこの、まあ、像ですね、例えば A と B を比較してみますと、ほんのわずかだけいろんなバリエーションを加えてあります、確かに。しかし、それを除けば同じなんですね。もっと言えば、まあ、違った像に見せかけるために小細工がしてあるということです。まあ、そうしてこうして、まあ、まあ、皆さん自身の目で判断していただければ結構ですけども、同じなんですね。そして、まあ、なんて言いますか。まあ、同じとしか言いようがありませんね。で、まあ、こういうふうに像が出来上がってきているということなんです。まあ、今言いましたように、これは B の方は反転して同じになったということですよ。実物はこの、まあ、いわゆる左右反転の像になっているということですね。そして、まあ、比べてみてください。特にあの腰の太さであるとかね、その、まあ、ポーズはね、それは真似てできますけども、こうした微妙なラインはで、まあ、表現できるものかどうかということを、皆さん自身の目で判断してください。いいですか？これは木造の彫刻なんですよ。絵ではないんですよ。立体彫刻の場合何が難しいかと言いますとですね、ただ平面であれば二次元的な、あの、まあ、いわゆるその、形を真似すればできるわけですけども、こうした立体彫刻の場合は、どの角度から見ても同じに作るという意味で難しいということなんです。わかりますか？たまたまこれはこの角度から見た像なんですけども、これでもこれだけ似てるというか同じなんですからね。これさらに、まあ、30度右、さらに60度右、さらに90度右から見ても、やっぱり同じようになるというふうにね、立体彫刻を同じに作るということは、極めて、まあ、高度な技術って言いますかね。まあ、必要と言いますか。それがないとできないということですね。たまたまこの像はこの角度から見て同じようになるように、まあ、写真を撮ったわけではないということです。そこを誤解しないでくださいね。立体彫刻を全く同じ像をですね、作る。立体彫刻で、ね、それを表現するということはいかに難しい作業であるかということは、まあ、それはまあ、あの、三次元の世界になってきますからね。これ上から見てもおそらく同じだろうと思いますよ。あるいは斜め下から見ても同じだろうと思いますよ。というような技術が必要だということですよ。絵はね、そのままあの、例えばトレーシングペーパーに取って書き写すっていうのは作業できますけども、立体彫刻の場合はできない。そして、大変奇妙なことにですね、この A と B は顔が違うんですね。そして、A の顔はですね、まあ、B の顔は C から持ってきて、A の顔は D から持ってきてるんですね。ここで、まあ、データの差し替えが行われているということです。まあ、肉体、体の方は A と B で別、まあ、同じにしてあるんだけども、顔の方は C と D を持ってきてくっつけてあるということですね。色はもちろん違いますけども、今丸で示しましたから、皆さん自身の目で確認してください。これはギリシャ彫刻にはあまり使ってない手法ですね。というのは、ギリシャ彫刻は顔はあまりいじりませんからね。例えば、ミトラ像は5体。まあ、ありますけども、4体ありますけども、はっきり分かっているのは4体ありますけども、顔は皆同じですね。まあ、要するに、まあ、こうして、まあ、データの使い回しといいますか、A のところに、D の頭を持ってきて、B のところには C の頭を持ってきて、そして全体としては、A と B は同じ、まあ、風に作ってあるというふうに、まあ、小細工がしてあるということです。中部角、額の上のね、シワであるとか、それから目の形なども、中部角ご覧ください。これは、兵馬俑はこの方式を使ってますね。ただ、兵馬俑の場合はですね、首は、いわゆる着脱式になってますからね。ですから、まあ、なんとも言えませんけども、兵馬俑の体の兵士の体は、これと同じような、まあ、小細工がしてあります。まあ、要するに、全く同じでもまずいというふうに、エイリアンは考えたんでしょうね、というふうに考えますと、楽しいですね。まあ、今度は C と D を比較してみますと、やはり同じだということですよね。で、ややほんのわずかだけ動きを入れたり、バリエーションを加えたり、あるいはほんの細かいところでパーツを変えたりということはしています。ですから私たちが現在持っている、まあ 3D の彫刻機械よりは、はるかに優れた彫刻機械を持っていたというふうに判断できますね。まあそういったものでこうやって掘り上げていくということです。が、しかし皆さんこの程度は多分満足なさらないと思いますね。ただ似てる。いや、彫刻してもできなくはできないんだ。人間でもできなくはないんだという形でですね、じゃあこれは人間が作ったものだというふうに、まあ、しがみつくって言ったら失礼かもしれませんけどもね、そこに固執するわけです。これはちょっと右の私今度どこかで確かめてみたいと思いますけど、これ透明になっていませんか皆さん。薄くまあ掘り込んであるのかどうかわかりませんけども、まるで絹の布のようになってますね。ですから私これどうやってこれ作ったのかわかりません。今わからないのでまた今度確かめてみたいと思います。左の方はこれ木で作ったという感じがわかりますね。木を掘って作ったということわかりますけど、右の方はどうもこれ布のようでもあるし、なんか透明感がありますよね。透けて向こうの、手が、腕が見えるって感じしますね。どうなんでしょうかこれ。どうやって掘ったんでしょうねなんて、またこう謎が湧いてきますがね。まあ、これはギリシャ彫刻についてもまた言えるんですよね。ものすごい薄いんですよね。布まで掘り込んでありますか。同じことミケランジェロが、まあ、自画像の中にもやってますよね。薄
布を掘り込んで、その上には模様まで描き込んでますからね、ミケランジェロさんは。すごいですね。まあ、要するにこうして ABCD を並べていましたが、A と B は体の部分は同じだけども、C と D の顔をくっつけたというふうに、まあ、ですから、まあ、繋がっていくわけです。まあ、さらに調べてみたいと思います。まあ、しつこいですね、林博士は。今度は、会計はこんな像も作っているんですね。そして、ここで注意していただきたいのはですね、この服装なんですね。と同時に、顔もですね、よく注意していただきますと、二体同士ね、ペアで同じなんですよね、これ。まあ、顔の場合はですね、同じかどうかということは、まあ、その人の人相でわかるわけですけどもね。まあ、この顔を見ていただきたいんですけども、同じだな、というふうに、まあ、わかるわけですね。そしてこの服装が不思議なんですよ。これ日本の服装じゃないんですよね。日本の仏法、僧侶はですね、こういう服装をしてます。これは南伝仏教の服装ですよね。となると会計は鎌倉時代の初期に、すでに南伝仏教の服装をしていたことになりますね。仮に南伝仏教の、いわゆる東南アジアの、いわゆる僧侶たちの、服装をしていたということになりますと、どうやって知ったのかということになりますし、また知ったところですぐ真似するとは限らないと思いますよ。それは近く身近のね、やっぱり 仏像を真似したと思いますね。同じことが今までの像についても言えるわけですね。日本の軍人さんは、あのような服装には着ていませんでした。で、こうした像もあるわけですね。これ名前いろいろついてますけど、まあ、今回は省略させてください。要するに、これらの像も大変よく似た像です。これはギリシャ彫刻の手法ですね。よく似てるんだけども違う。どこか違う。細かいところが違うってわけですね。そして、まあ、よく見ますと、細かいところが違う。しかし、ボディラインであるとか、基本的な部分は全く同じなんですね。ただ、上の、まあ、乗せているパーツが違うと。そのように、まあ、理解を私はしています。これはギリシャ彫刻も同じ手法を使ってますね。しかし、腰のくぼみであるとか、脇の下から腰にかけてのラインを見てください。そういった基本的な部分は全く同じなんです。そういった薄いこの布をですね、どうやって木で彫ったかという疑問もまた湧いてきました。これは本当に布なんでしょうか？木なんでしょうか？まあ、布に見えるもんですからね。皆さんどう思います？そして腕の太さも同じですね。たまたまこれはこの角度から見て同じだということですよ。おそらく斜め右から見ても斜め左から見ても同じだということです。なあち三次元の、仏像をですね、彫刻を母国するということはそれくらい大変なことだということですよね。まあ要するにこうして、まあ会計は作り上げていったわけですけども、まあいくらね、あの弟子たちが師匠の作った像を真似すると言っても限界がありますからね。で、さらに調べてみますと、まあ、これがですね、いいですか皆さん、先ほどちょっと言いましたけども、日本の軍人さんはですね、武士たちはこんな服装は着てませんでしたよ。会計はこのアイデアをどこで手に入れたかという問題ですよね。あるいは、これはまあ中国の、軍人さんの服に似てますけども、非常に苦なってますかね。寒い地方の軍人さんのような気がしますね。まあ中国で言っても、まあ、モンゴルとかね、わかりませんけども、あるいは、北の方ですよね。日本人はこれほどまあ、よほどその玄関の時以外は、ここまでは暑い服は着なかったんじゃないかと思います。要するにこれがですね、日本の軍人さんの服装ではないということです。そして同じような像をまた会計作ってますので、こうして並べて、まあ見ます。まあ四天王っていうこと、四天王像ですか？そうなってますけども、まあ、こうして並べてみますと、それぞれに一致するわけですね。では、まあこうして会計はですね、いろんな像を作ってるわけですよ。皆さんこの像をもう一回見てください。これ日本の、いわゆるその武士の像、先ほどちょっと写真紹介しましたけども、日本の武士はこんな服装をしてませんでしたよ。ですから、どこでこのアイデアを入れたかということですよね。まあ、ある一つ考えられるのは中国ってことになるわけですけどもね、中国の、確かに軍人、まあね、例えばもうこのような服装をしているってことは、まあ、私たちはっきり喋ったわけではありませんけども、漢字としてはわかりますけども、少なくとも日本の武士の服装ではありませんね。いわゆる鎌倉時代の初期のですね、戦国時代にも入るわけですからね、一歩手前ですから、その頃の武士の服装とは全く異質のものだということです。なあち、こうした服装の、まあ、デザイン、コンセプト、いわゆるアイデアを会計はどこで手に入れたかということですね。先ほどの南伝仏教の僧侶の服装もそうですし、それから先ほど見せました、この細い、観音像のような像ですね。あれも日本人の着物とは異質のものです。まあ、このようにですね、会計の像というのは調べれば調べるおかしいなあち、こうしたデータは、まあ、おそらく日本で取ったものではなくて、日本の外で取ってきたものを日本で作ったというふうに私は考えています。まあ、それがですね、はっきり言えばエイリアンのドジということになるわけですね。同じ、まあ、アジアだから、まあ、同じような服装を着てるんじゃないか。じゃあこれを持ってきて作ろうじゃないか。まあ、そこまで勘ぐれば、勘ぐられるということになりますけどもね。まあ、要するにこれは日本の武士の服装ではない。それだけはまあ、しつこいですけども、確認しておいてくださいね。まあ、日本の仏像がなぜ、まあ、
古代ギリシャの衣服を着ているかと言いますと、それはよく説明されますように、アフガニスタンは大体混入したというふうに言われていますね。それは、従来の考え方ですけども、私はそれについても今疑問符をつけ始めています。まあ、ともかくもこのようにですね、会計の像というのは大変よく似ている。左の方は簡略版ということになるんでしょうかね。右の方がですね、まあ、政治版ということになるんでしょうかね。まあ、そのようにも解釈できるわけです。で、しかし顔は、まあ、同じなんですね。これまた奇妙なことにね。今度は顔が同じなんです。まあ、ちょっと左の方が黒いですから、見にくいですから、まあ、色などを落としてみますけども、このように額のコンセプト、口のコンセプト、それから、同じなんですね。はあ、いかがでしょうか、皆さん。まあ、このように、まあ、自分、まあ、判断なさっていただいてですね、会計真っ黒だってことになるわけですね。そこで、まあ、冒頭に申し上げましたように、17、18とですね、10月17、18と、まあ、小屋さんに一泊させていただきまして、そして自分の目で会計の作品を確かめてきましたが、まあ、最初に見て驚いたのが、その完成度の高さですね。ツーンとした完成度ですね。それほど大きな像ではありませんでしたけどね。高さが1メートルちょっとぐらいかな。それで、見させていただきましたけども、あまりの完成度の高さに驚きましたね。まあ、これは金剛峯寺の横にある、まあ、根本大塔のね、三門の中の仁王像ですけども、これはま、根本大塔という大きな塔ですね。そしてこれがま、いわゆる金剛峯寺のま、中に飾ってあった、像の写真ですけども、写真そのものは先ほど言いましたように撮れませんでしたので、同じって言いますか、像をですね、他のまあ公開されている写真の中から、こうして引用させて、転用させていただきました。ここなんです。皆さん、この線に注意してください。いいですか？この線です。この線はですね、いわゆる凹んでる線じゃなくて、浮き出てる線なんですよ。凸彫りなんですよ。いわゆる浮き彫りなんです。そしてこの線がですね、この、まあ、像の乗ってる台の線と、真一直線に繋がっているんです。これ水平にしてみますと、本当に真一直線に繋がっていること分かりましたんでね。私は展示室って、目の位置を下へ下げまして、一直線に並んでいることを確認しました。一直線に並んで、分かりやすく言いますと、図示してみますと、この下の台の線がありますね。台の線。この赤い線が台の線です。そしてその真一直線の延長線上の線が、延長線がですね、左の岩にも刻み込まれている。しかもそれがですね、いわゆるその、内堀というか、いわゆるその、凹凸の、いわゆるその、大堀じゃなくて、凸堀なんです。浮き堀なんですね。ちょっと左、一番左にその、凸堀の様子をちょっと表現してみせましたけど、おかしいと思いませんか？おかしいでしょ？まあ私はおかしいと思いますね。これ一見中にね、掘り込んであるようにもそうじゃない。この直線がですね、全く水平に、この台座の位置に一致しているということなんです。これをどう理解するかですね。私はこれはコンピューターで作った、まあ土地って言いますかね、磨き残して言いますかね、の、まあやる、その、線だと思います。というふうに。で、別の像でもう一つ、像がありましたので、それで調べてみたんです。こちらの方はですね、解像度が荒いと言いますか、はっきり見えませんので、しかし、小屋さんの方で飾ってある像にはですね、3、4体、5体ぐらいあったのかな、その中の3体に全く同じ線がありましたので、まあ、できるだけ皆さん早く行かれて、ご自身の目で確かめられるのがいいかと思います。この像もですね、やはりここに線があるんですけどね、ちょっと見にくいんでね、解像度が低いんで、線が消えてますけども、これがですね、やはりこの、凹凸の、まだ凸彫りなんですよ。浮き出てるんですね。はっきり言えば線が浮き彫りになってるってことなんです。中へ掘り込んであるんじゃないんですよ。凸彫りなんです。なぜこの線があるかってことなんです。しかもその線というのは、台座の線と真一直線で繋がっています。それが後ろへぐるーっと回り込んでるんですね。私はこれはコンピューターで作ったという証拠の一つだと考えています。イロシハヤシ will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Roman copies of Greek sculptures and its strange connection with Nara sculptures in Japan. When I said almost 3 years ago that sculptures in ancient Greece were made with CAD, computer-aided designing system,People would laugh at me, saying, Don't be stupid, you're crazy. After 3 years now, more and more people understand me and think about this mystery in favor of me. Here in this video, I'll prove it again with concrete evidence and I will talk about a strange connection with Nara sculptures in Japan.
ローマンコピー、つまりギリシャ彫刻は、コンピューターの CAD を使い、3D 化したデータベースをもとに 3D 加工機で作られています。また、ローマンコピーと快慶の奈良彫刻は不思議な関係でつながっています。鎌倉時代初期の彫刻師、快慶です。わかりやすく言えば、その底流を流れる思考回路が同じということです。セリ木村さんが新しく届けてくださった資料をもとに、それについて改めて考えてみます。ギリシャ彫刻、三つのポイント。大変酷似した像が複数同時に作られている。2. ほんのわずかな時間差を置いて写真のデータベースが取られている。3. わずかなバリエーションを加え、あたかも違った像に見せかけている。ですね。では画像を見ながら説明します。ローマンコピーですね。ローマンコピーというのはですね、まあ、ギリシャ彫刻をですね、一度ローマへ持ってきて、そしてそこで作られたコピーのことを言います。そして大変奇妙なことにですね、元のオリジナルの、いわゆるまあ、ギリシャ彫刻は、ほとんどが消失しているということだそうですね。つまり、現在私たちがギリシャ彫刻と言っているものはですね、ローマンコピーであり、そしてその元のオリジナルの、まあ、いわゆるギリシャ彫刻というのはほとんどないということです。まあ、これがギリシャ彫刻とローマンコピーの不思議な関係ですね。もちろんローマへ持って来られないままギリシャに残った、いわゆるまあギリシャ彫刻というのもあります。で、まあ先ほど言いましたようにですね、ギリシャ彫刻というのは 3D コンピューターで作られていると。ほんのわずかな時間差を置いてデータベースが取られてですね。そしてそれをもとに 3D 加工機で作られているということですね。ですからまあ、同じような像が何体もあるということです。そして、まあ、わずかなね、アイテムと言いますか、変えて、そしてまあ別の像に見せかけている。その手法はですね、快慶の手法とまあ同じと言ったらいいんでしょうかね。もちろん像そのものは違いますけども、今ご覧いただいているのが快慶の像ですけども、その手法は全く同じであるということですね。まあそれがまあまたですね、このギリシャ、ローマンコピーが作られた時代と、奈良のいわゆる武士と言われてた、まあ人たちがですね、まあ快慶もその中の一人ということになっていますけども、活躍した時期とほぼ年代的にも一致するということです。これはですね、マイケル・ファフナーという人ですかね、の書いた本の中にあったんですけども、当時はこのような形で、彫刻をですね、寸法を測り、そして長さを測り、そして、模刻した、すなわちコピーを作ったというふうに説明されています。まあ、この方法でですね、本当に、その、なんて言いますかね、コピーができるかという問題もありますよね。というのは、それほどまで、まあ、いわゆる正確にですね、コピーする能力のある彫刻師であればですね、まあ、コピーするよりも先にですね、自分の作品を残したものと思われます。しかし、まあ、コピー優先ということになるわけですね。まあ、こうして、まあ、ロマンコピーを見ていただいてますけども、ほんのわずかだけバリエーションが加えられているということですね。そして、まあ、わかりやすければ、わずかな時間差を置いてデータベースが取られているということですね。ですから全く髪の毛を除いて同じなんですよ。髪の毛だけはですね、3D のコンピューターの機械にはかけられないわけです。ですからほんの、まあ、なんて言いますかね、わずかな動きによって起きるですね、筋肉の動きまで見事にと言いますか、表現してあるわけです。しかし、写真であると考えるならば何でもないわけですよね。まあこうして今丸で示してますから皆さんご覧いただください。まあまあこうした検証はですね、実はもう3年以上も前からしています。で、まあ英語の方で言いましたけども、当初ですね、3D コンピューターだというふうに私が確信持ちまして、そして発表しましたらまあ本当に、林はいよいよ頭おかしくなったとかね、ふうにみんなに思われましたし、実際面と向かってそのように言われたことも何度かあります。
で、今この見ていただいているのはですね、アフロディティですよね。これが皆さんヴィーナスと言われているアフロディティなんですよ。メロのヴィーナスというのはあれはアフロディティではありませんからね。ハーマフロディティスです。まあ、アフロディティの息子ということになるわけですよね。ギリシャ神話ではね。まあ、このように微妙なラインが同じだということに注意してください。他にもアフロディティの像、守護体私はデータを持ってますので、多分次の続くビデオの中で紹介できると思います。こうした筋肉の、微妙な盛り上がりまで、正確に、共通して表現してあるということですね。で、顔だけは同じなんだけども、髪の毛は違うということです。まあ、この場合は大変よく似た髪の毛を、それぞれ使ってますけども、よく見ますと、この青いところが、違うという意味でね、今日は表現してみましたけども、違うということですよね。で、ここに奇妙なものを見つけたんですね。おへその上にですね、なんか吹き出物のようなものができてますね。で、一方の方は吹き出物ができてますね。こんなところまで表現してやる。なあち、普通ならこんな表現はしませんよね。そしてその右の方ではですね、その吹き出物が、削ってあると言いますか、取れているんですよね。この三段バラの様子も大変、上手に表現してありますね。ここですね、この吹き出物に注意してください。左の方は吹き出物ができてますね。ところが右の方は同じ位置で、それは削ってあると言いますか、取れてますよね。こういったところまで同じであるということは、もうこれは、人間技ではないというか、人間はこんなことしませんからね。仮に吹き出物があってもそれを省略して彫刻するもんじゃないでしょうか。ということで、ここにミスがあったわけですよね。はっきり言えばエイリアンのミスです。で、こうして比べてみますと、体、肉体の動き、それぞれほんのわずかだけポーズが違うということです。全く同じものというのはないんですよ。ほんのわずかだけ動いてるんですね。どういうわけだか、髪の毛だけは違うわけですよね。似たような髪の毛を、使ってはいるんですけどね。例えばここに飾りがありますのでね、髪飾りがありますので、それをこれから皆さんに見ていただきますけども、顔は全く同じなんですね。もちろん角度って言いますかね。少し顔が動いています。で、ここに髪飾りがありますので、これ順番に拾ってみますと、そういった部分はバリエーションが加えてあるわけですよね。違いのがわかりますね。全く同じってわけじゃないんですよ。筋肉をここまで表現を同じにしながら、いわゆる髪の毛とこうした飾り、持ってるね、アイテムが違うというのはまたギリシャ彫刻と言いますかね、ローマンコピーの特徴なんですね。で、一方ですね、こうしたテラコッタも残ってるわけです。このテラコッタにつきましてはですね、型を取って、そしてその中に、いわゆる陶器ですからね、わかりやすく言えば、低温度で焼いた陶器ですけども、同じような像ができるということはあるわけです。で、テラコッタと、それからギリシャ彫刻の違いを皆さんにちょっとわかっていただきたいと思いましたので、一応これはギリシャ彫刻ということになっているんですよ。で、ABCD っていうものを、拾ってみました。で、この、顔から見て同じ人物と言いますか、同じ像であることが、皆さんもお分かりいただけると思います。で、4体選んでみましたんですけどもね、その中で A と B、最初の2体を、特に、集中的に比較してみます。これはいわゆるモールドね、鋳型に流し込んで作ったということですから、これらは全く逆に同じなんですよ。髪の毛を言いましてもね、この髪の毛は、いわゆるなんて言いますか、抽象化した髪の毛というふうに考えられるわけですけどもね。一応念のために、ギリシャ彫刻と言いますとね、中にはこのように全く同じものもあるということです。髪の毛も同じものもあるということですね。その辺ちょっと誤解なさられてくださいね。私がわずかな動きがあって、同じであると。しかし髪の毛だけは違うっていうことに対して、そうじゃないんだよっていうふうに教えてくださった方もいらっしゃったもんですから、あえてここで、テラコッタの像を取り上げてみました。で、この場合はですね、鋳型に流し込んで型を取るもんですから、全く同じなんですね。ちょっと A の方と B の方で比較してみますと、細いラインまで同じだということですね。これは、鋳型に、流し込んで、そしてそれを、現在のね、私たちのほら、お店へ行きますと、陶器のいろんな像がありますね。あれなどもその、モールド、いわゆる鋳型に流し込んで作った像っていうことになります。ですから全く同じなんですよね。そういうのもあるということです。ギリシャではそういったものも作られていたということになるわけですね。これはローマンコピーではありませんよ。今度は向かって右側の方を、照合していましたけれども、A の髪の毛と B の髪の毛がぴったりと、指紋のように一致しますね。
まあ、これは同じということになるわけです。まあ、これとですね、いわゆるまあ、ローマンコピーとは違うということですね。いわゆるまあ、同じような像が何体もあるんだけども、それぞれがわずかながら動いている。なあち、別のデータベースを使っている。が、髪の毛だけは、データが使えませんから、他のデータを持ってきて貼り付けているということになります。あるいは、手で彫刻したのかもしれませんね、髪の毛だけは。で、こうして並べていますと、まあ、本当に同じなんですね、この、特にまあ、たまたまこの角度から見てですよ、腰のラインが同じということは、三次元の世界で全く同じように作ってあるということですよね。わかりますか？正面だけ合わせるっていうのは、まあ、割と簡単にできるんでしょうけどもね。この像もそうですね。まあ、これらの像はですね、銅像です。いわゆるブロンズ像とね、それから、これは両方ブロンズ像だと思われますけども、ブロンズ像の場合は、鋳型に、で作ったということをよく説明されます。しかし、鋳型で作ったんなら全く同じになるはずですよね、皆さん。ご覧ください。動いてますね。頭も動いてますし、ほんのわずかですけども手も動いてますね。で、髪の毛はね、大変よく似た髪の毛を使ってますけども、特に生え際のところをこう見ていただきたいんですけども、似て非なりっていうところですね。似てるけども違うということです。ですから、ま、このように、こういうところからもですね、じゃあ、鋳型で作ったかというと、そうでもないわけですよね。生乾きの時にですね、首をぐっとひねったんだっていうふうにも、ま、考えられなくもありませんけど、そんな小細工でできるようなもんじゃありませんからね、ブロンズ像っていうのは。で、まあ、こうした像が、同じような像が何体も作られる。しかし、それぞれは皆動いているということですね。ブロンズから、いわゆるまあ、大理石、大理石からブロンズっていうふうに、まあ、いろんなふうに作り変えられているということです。時間差を置いて写真を撮るということはですね、はい、データを撮りますよ、こっち見て、バチッ。はい、もう一枚行きますよ、バチッ。はい、ちょっといいですか、手を動かしてください。はい、バチッ。こういう感じで、データベースを取ることを、時間差を置いて取るというふうに私は考えています。まあ、こういうところからですね、こうした、まあ、疑問謎を解くためにはですね、いわゆる、まあ、3D コンピューター説を、まあ、前に持ってこないと、その謎は解けないということです。まあ、そういうところからですね、3D コンピューター製造説を私は唱えるようになりました。まあ皆さんもね、多くの方が後で分かったんですけども、おかしいなというふうには思っておられたみたいですね。まあこれが奈良時代初期の武士会計の作品です。まあ運慶もそうですけども、一応ここでは会計を取り上げていました。こうして左右反転しますと、中央の二つは全くポーズが同じになるんですよ。言い換えますと C はですね、左右反転して作った像ということになります。もちろん顔もそれぞれね、パーツをね、A のパーツを持ってきて、それから A と B のですね、パーツを持ってきて C の像を作るということが、会計の場合は、あちこちでその手法で作ってあります。まあ、こうして同じような像を、まあ、作ったと。そして同じように動いてる。動いた、まあ、やや動いてね、似たような像を作るという、その、まあ、いわゆるまあ思考回路が、会計が、まあ、作った、いわゆるまあ仏像の思考回路と同じだということですよ。そこは誤解しないでくださいね。上がギリシャ彫刻、下が会計です。いわゆるまあ、コンセプトが同じだということですよね。要するに。ですからまあ、こうした像をですね、ギリシャと日本で、まあ、エイリアンが作ったということになります。続くビデオは会計の謎についてのものです。どうかご覧ください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about thought process or subconscious brain processing. Thought can refer to the ideas or arrangement of ideas that result from thinking, the act of producing thought or the process of producing thought.Although thought is a fundamental human activity familiar to everyone, there is no generally accepted agreement as to what thought is or how it is created. Somehow, thought arises in the mind from the product of the same subconscious brain processing that is named thought process, and everyone has got it.皆さんは思考回路という言葉をご存知ですか？何か物を考えるとき、人は無意識のうちにも同じ過程に従って物を考えます。
その過程、つまりその人特有のプロセスを思考回路と言います。例えば違ったことをしていると自分では思っていても、その人はその人で同じ思考回路に従って、まあ、結果として見ると同じことをしているというようなことはよくありますね。あまり良い例えではないかもしれませんが、暴力団は何でも暴力を使って問題を解決しようと考えます。文筆家は何でも文章を書いて問題を解決しようと考えます。あるいは資産家は何でもお金を使って問題を解決しようとするかもしれません。それも思考回路の一つということになります。つまりそういったプロセスを思考回路と言います。で、今、鎌倉時代に活躍したと言われている、まあ、快慶の彫刻とギリシャ彫刻を並べて見ていただいています。一方は木彫り、一方は大理石。一見全く違った像に見えますが、その向こうに見え隠れする思考回路は同じということです。まずそのことを皆さんに知っていただきたいと思います。つまり、ほんの少しだけバリエーションを加え、全く別の像に見せかけている。しかし、似たような像を続けて何体も作る。ギリシャ彫刻は 3D のコンピューター技術を使って作られています。極めて完成度の高い彫刻を何体も作っていく。彫刻というより写真ですね。もちろん、それを作ったのは人間ではありません。エイリアンです。そのギリシャ彫刻を調べてみると、そこにエイリアンの思考回路があるのがわかります。わかりやすく言えば、まあ思考の癖のようなものです。その癖がわかってくると、いくら見た目の形は違っていても、同じエイリアンがその向こうで絡んでいるのがわかります。ここに紹介するのは、快慶の彫刻ですが、ギリシャ彫刻や快慶の彫刻に限りません。ガンダーラ彫刻も、また中国の兵馬俑の兵士も、やはりその向こうに同じ思考回路があるのがわかります。つまりそうした思考回路に気がつくと、それがエイリアンの作品かどうか簡単に見破ることができます。快慶の彫刻も、その中の一つということになります。順に快慶の作ったとされる像とギリシャ彫刻を相互に比較してみますので、あなた自身で判断してください。繰り返しになりますが、見た目には全く違った像です。が、見た目に騙されてはいけません。ここではその向こうに明確でする思考回路に注意してください。基本的な形は同じ。像というよりは写真。完成度が高く、ミスがない。ほんの少しだけ動きを入れる。データの使い回しをする。パーツをあちこちで組み合わせ、別のように仕立てる。形は同じなのに、大きさが全く違う、などなど。それが思考回路というわけです。まあそうした思考回路に従って、まあ、ギリシャ彫刻も、また快慶の彫刻も作られているということですね。なお、快慶の彫刻については、この動画の後にそれをつなげておきますから、どうかそちらの方をご覧になってください。昨日作った動画です。画像を見ながら説明します。まあ今、ギリシャ彫刻を見ていただいています。まあ、ほんのわずかだけバリエーションを加えてですね、違った像に見せかけているということですね。でまあ、しかし部分的に見ていくと全く同じということになるわけですね。で、これはまあ快慶の作品ですけども、この、まあ、衣服はですね、日本の衣服ではありませんね。まあ、どこの衣服かは、まあ、問題は別ですけども、少なくとも日本のものではないということです。で、これがですね、ギリシャ彫刻ですけども、よく見てくださいね。ほんのわずかという動きが入ってますね。向かって右のは腕が上がってますね。というような動きがあるわけです。で、まあ、わかりやすく言えば、データを問うときに、写真データを問うときにですね、わずかながら時間差があったということになります。はい、写真を撮りますよ、バチー。はい、もう一枚行きますからね。はい、いいですか？いいね。バチッ。というような感じですね。で、両者を見比べてみてください。全く同じですね。まあ、ほんのわずかだけ動きがありますからね。で、これらは、まあ、鋳造によって作られたというふうに考える人がいるかもしれませんけれども、大きさが全く違います。ちょうど右はですね、左の3倍の大きさになっています。で、今度は快慶の方を調べていますけども、快慶の方もですね、同じような、まあ、コンセプトといいますか、同じような思考回路で作られているわけですね。で、ここに、まあ、像を見ていただきますけども、顔を見比べていただきたいと思います。まあ、これについてはですね、続くビデオの中でもう一度詳しく説明しますから、そちらでご覧になってください。で、同じような像を作っているわけですね。はい。
が、しかし、ほんのわずかだけ動きが入っているということです。で、やっぱりギリシャ彫刻の方も同じようにですね、ほんのわずかだけ動きを入れて別々の像に仕立てているということです。まあ、これら3人がですね、逆に今度は顔が同じですから、同じモデルということがわかります。ただし髪の毛だけは違いますね。髪の毛だけは後で貼り付けるしかないわけです。しかし、まあ、同じ少年であることはわかります。というようにして作っていくわけです。まあ、今度また会計に戻りますけども、先ほどの会計ですけどね、このやはりこの着物なんですけども、どこかやっぱりおかしいんですよね。おかしいということは、ほんのわずか的に違うんですよね。全部分的に違う。そして同じように、ギリシャ彫刻の方でもですね、まあ、同じモデルを使ったと思われます。これはですね、左の方は、上着を着てますね。まあ、その違いがあります。まあ、助けが上に乗っているわけですね。右の方は助けがありません。しかし、まあ、顔は同じだけども、帽子だけが違う。別のパーツを持ってきているということになります。そして、まあ、動きが入っているということですね。微妙に動いているということですね。手も足もやや動いているということです。が、しかし、下着の胸は全く同じであると。すなわち、同じ時期に同じようにして作られた像だということになるわけです。この像もそうですね。まあ、見た感じ違うように見えますけども、全く同じ時期に同じようにして作られたということになるわけですね。まあ、同じ時期にデータが取られたということです。まあ、こういうところに思考回路と言いますかね、エイリアンの思考回路が明確でしているということです。で、まあ、これが、まあ、それを見ていただきますけども、これはギリシャ彫刻ですけども、やはり同じように、また、保存状態が良いのと悪いのとありますからね、右の方は悪かったと思います。そのような違いはありますけども、基本的な、まあ、形っていうかね、彫刻のコンセプトは同じだということです。足なんか見てくださいね。これは三次元でここまで同じ足を作るということは、大変難しいことなんですよ。四方八方から見ても同じように作らなくちゃいけませんからね。プラス上下から見ても同じように作るということです。まあ、これら両者はですね、顔が今度逆に全く同じなんです。髪の毛が違うんですね。そして胸の大きさから見るとどうも右が女性で左が男性ということになります。これは別々の作者になってるんですよ。中部からご覧くださいね。一応クエスチョンマークが入ってますけども、まあ同じ別々の作家であると考える方が無理ですね。まあ、こういうようにですね、ギリシャ彫刻は、まあ、こういうふうにして作られている。すなわち、その、まあ、向こうに見え隠れする思考回路は、会計が作り上げた、まあ、いわゆるその、像と同じであるということですね。まあ、そういった点に注意してください。いかがですか？で、もう一つこの像に戻っていますけども、まあ、私たちが女性だと思っているこのミロのヴィーナスは男性です。ハーマフロディティス。みんなですね、ナポリの、まあ、一応、ヴィーナスと言われてますけども、同じなんですね。向かって左側の腰のラインに特に注意していただきたいですね。この角度から見て全く同じということは全く同じということなんですよ。いわゆる三次元のデータですからね。いわゆる、ま、この角度から見ても同じだということなんです。ですから、どの角度から見ても、上から見ても、下から見ても、同じというふうに考えられるわけですね。まあ、そのように像を作るということは、いかに、まあ、普通ではできませんよね。これはま、胸の感じですけどもね。それから腰の向かって左側のラインを見てください。非常に微妙なラインが同じでしょ？腰のラインです。左側のラインね。そしてこの布がですね、少し動いてますね。で、これと動いた像がまたベルガマで見つかっていますので、まあそれはそちらでまたご覧になってください。要するに、このミロのヴィーナスとナポリの、まあヴィーナスではありませんけどね、これはハーマフロジスです。生まれた時は少年で途中で女性化するわけですよね。ですからまあもともとは男の子ということになりますね。で、まあ見比べてみていただきたいと思います。で、まあ、こうしてですね、同じような像を、まあ、わずかな時間差を置いて、まあ、コンピューターで作り上げていくというのとですね、会計が作った、まあ、作品。まあ、その向こうに見える思考回路が同じということですよね。要するに、まあ、ほんのわずかだけバリエーションを加えて違った像に見せかけて、すなわち、小細工化してやるということですよね。ということで、続く、まあ、会計の、まあ、の謎についてのビデオをどうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about Kaikei, one of the two leading sculptors of the early Kamakura period. He might have been assisted by aliens, whom we may call Buddha here in Japan. 今日の物語は鎌倉時代初期の彫刻師会計についてです。謎の彫刻師会計です。運慶と並んで鎌倉時代を代表する彫刻師です。会計の彫刻を見てまず驚くことは
その完成度の高さです。まるで写真を見てるかのような錯覚を覚えます。精緻で、しかも完璧です。で、その外見について調べてみましたが、始めるとすぐ私は3年前の自分を思い出しました。ギリシャ彫刻について調べた時のことです。最初は何かおかしいぞというような軽い疑問でした。が、調べていくうちに、やがて人間技でないことを知りました。完成度だけではありません。ギリシャ彫刻と呼ばれている彫刻には、大変よく似た彫刻が何体もあるということです。ほんのわずかですが、動きが入っています。アフロディティについても、立像が4体、かがんでいるのが4体あるなど。ところが、やがて髪の毛だけは違うことに気がつきました。彫刻そのものは、ほんの少し動きが入り、ポーズが違っています。しかし、あとは髪の毛を除いて、全く同じです。中には腕の血管や傷まで同じのもあります。私は何度も自分に問いかけました。なぜか、なぜかと、がやがて一つの推論を立てました。ギリシャ彫刻は今でいうコンピュータライズされた彫刻機械を使っていたのではないかと、こう考えると髪の毛だけが違うという理由が説明できます。髪の毛だけはいくらデータを集めてもそのデータをもとに髪の毛を彫ることはできません。細いからです。それは現在の今でもそうです。が、それだけではありません。ギリシャ彫刻は神々の歴史を表した立体彫刻であることを知りました。例えば、アポロとミトラの像を見比べてみてください。髪の毛は違いますが、顔の形は同じです。つまり、ギリシャ彫刻はこういう形で、アポロとミトラは同じ神であることを示しています。他に、レアとヘラも区別がつきません。などなど。謎が続きました。例えば、私たちが現代、ギリシャ彫刻と呼んでいるのは、そのほとんどがローマで作られた、ローマンコピーであるということです。わかりやすく言えば、ローマ人たちがギリシャから彫刻を一度ローマへ運び、そこでコピーしたものであるということです。が、ここからが、まあ、話が大変おかしくなります。ローマンコピーはこうして生まれましたが、肝心のオリジナル、つまり元のギリシャ彫刻は、そのほとんどが消失しているというんですね。つまり、なくなってしまったと。おかしいと思いませんか？今私たちが見ているギリシャ彫刻というのはほとんどがコピーなんですね。現在、ギリシャ彫刻と言われているものはそのためほとんど残っていません。ただもちろん例外もあります。例えば、ミロのヴィーナスと呼ばれているハーマフロディスの像などがそれです。数は少ないですが、ギリシャの周辺で、まあ、見つかって現在に残っている像もありました。が、そのほとんどは消失しています。さらにおかしなことに、大理石を掘ったはずの鉄製ののみは、未だギリシャ周辺では一本も見つかっていません。どうやって掘ったというのでしょうか？またどうやってローマンコピーを作ったというのでしょうか？といっても、ここでは何もギリシャ彫刻の謎について話そうというわけではありません。話を快慶に戻します。快慶の謎を調べているとき、私は先にも書いたように、3年前に、まあ、例えて言うならばですね、タイムスリップしたかのような錯覚に囚われました。また同じことを繰り返しているとです。同じ疑惑、同じ作業、同じ検証。で、調べていくうちに、快慶の彫刻もギリシャ彫刻と同じ手法で作られているのが分かりました。同じような像を何体も作っているという点ですね。ほんの少しだけ、まあ、動きが入っていて違って見えます。それに、ほんのわずかですが、それぞれには何かのバリエーションが加えられているという点です。あるいは別の像のパーツを組み合わせているというところもあります。同じことはガンダーラ仏についても言えます。さらに兵馬俑の兵士たちについても言えます。同じような像ですね。まあパーツを組み合わせて、まあ別の像に仕立てているということですね。わかりやすく言えば、別の像に仕上げるために、データの使い回しをしているという点です。わかりやすく言えば小細工。その小細工が随所にしてありました。それについてはこうして画像で今示していますので、皆さん自身の目でご確認ください。快慶はもう真っ黒です。手で掘ったのではなく、先にも書いたように、今で言うコンピューター技術を使って作られた
まあ、つまり機械による彫刻だということです。完成度もさることながら、その精緻さにも驚かされます。が、以上のことだけでそう判断したのではありません。私はそれを確かめるため、数日前、高野山金剛峯寺へ行ってきました。金剛峯寺には快慶の彫刻が何体か所蔵されています。たまたま1200年祭とかで、その展示もしてあると聞きました。で、行ってきました。自分の目で確かめてきました。で、その証拠が見つかりました。その証拠については、この動画の最後に紹介しますが、ただ残念なことに、まあ、会館ではですね、撮影禁止でした。ですから、私は自分の目で、それを確かめるしかありませんでした。そして、言葉として皆さんにこうして報告するしかありません。と同時に、ここでお見せする証拠は、ネットで公開されている写真ですが、それをもとに、後で証明してみます。どうかご覧になってください。で、画像を見ながら、もう一度説明します。まあ、このようにですね、快慶は、まあ、似たような像を、やはり4体、まあ、この場合、まあ、4体が多いっていうふうになるんでしょうかね。あるいはたまたま収集家の方がこうして、まあ、似たようなね、像の写真を集められたとも考えられますけども、まあ、このように4体が一組になっているのが多いですね。そして比べてみますと、同じなんですね。で、まあ、こうした事実についてですね、まあ、考古学者の先生たちはどのように説明しているかと言いますと、昔は師匠というものがいて、そして弟子たちは師匠が作る、まあ、仏像をですね、正確に、まあ、模刻して、このように同じような像を作ったというふうに説明してあります、しています。まあ、本当にそうでしょうかね。もしそうならば、全く同じに作るべきなんですけども、完成度という意味では、まあ、上限がないですね。そして、全く同じかというとそうでもないんですよね。バリエーションが加えてあります。これは兵馬俑の兵士を調べた時もそうなんですね。ボタンであるとかね、留め具の位置であるとか形などは少しずつ違います。私が調べた限り、同じものはですね、全く同じ像は一体もありませんでした。ほんのわずかだけ変えてあるんですね。そして組み合わせも仕方も変わっています。で、こうしては別の像に仕上げているということですね。同じ手法がギリシャ彫刻でも使われています。それ今まで紹介してきましたので、またこれからも紹介していきたいと思いますけども、ともかくもほんのわずかだけバリエーションを加えたり、あるいは、まあわかりやすく言えばですね、時間差を置いてデータを集めた彫刻だということです。ですから、例えば、アフロディティの像にしてもですね、腰巻きが上がったり下がったり、あるいは手の位置が上上がったり下に下がったりしてます。しかし、顔は全く同じなんですね。体のボディラインも同じです。胸の形も腰の形も全く同じです。ただ、髪の毛だけは違いますね。中には似たような髪の毛を、まあ、持ってきて貼り付けたのもあります。しかし、髪の毛だけは、先ほども言いましたように、まあ、現在のコンピューター技術を使ってもですね、同じように言いますか、彫ることはできないわけですね。ですから今はどうしてるかと言いますと、まず大方の形を彫っといて、あとはですね、手彫りでラインを入れて、まあ、着色して、そして髪の毛を作っているという方法を取っているそうです。まあ、それがもう髪の毛の限界なんですね。ですから髪の毛だけは、まあ、なんて言いますか、コンピューターでも彫ることができないということですね。まあ、それはそうですわね。いくら細い、まあ、データを取ってもですよ。それを大理石に彫るということは、まあ、不可能なんですよね。また彫ったところですぐ折れてしまうと言いますかね。壊れてしまうということにもなりかねません。ですから髪の毛だけは違うということですね。まあ、この、会計の、まあ、仏像についてはそれはありませんけども、しかし、まあ、同じように、まあ、こうしてね、まあ、これが4つ像をお見せしますけども、このように、まあ、像が作られているわけです。で、会計の場合はさらに興味深いことにですね、左右が反転してあるんですね。で、まあ、これが元のオリジナルですけども、これを今反転してみます。するとですね、左2つは全く同じになるんですね。そして、右の2つもですね、一方を反転してみます。チューブからご覧くださいね。反転して同じになるんですよ。この反転したというところがミソなんですね。つまり、反転して同じものを作ったということなんですよ。これは弟子たちが作るにも大変だったろうと思いますね。もし手彫りだったら。反転して同じに作るんですからね。同じものをですね、同じ、まあ、方向から見たのを作れば簡単でしょうけども、反転して同じものを作るということなんですね。そしてこの、まあ、像をですね、例えば A と B を比較してみますと、ほんのわずかだけいろんなバリエーションを加えてあります、確かに。しかし、それを除けば同じなんですね。もっと言えば、まあ、違った像に見せかけるために小細工がしてあるということです。まあ、そうしてこうして、まあ、皆さん自身の目で判断していただければ結構ですけども、同じなんですね。そして、まあ、なんて言いますか。まあ、同じとしか言いようがありませんね。で、まあ、こういうふうに像が出来上がってきているということなんです。まあ、今言いましたように、これは B の方は反転して同じになったということですよ。実物はこの、まあ、いわゆる左右反転の像になっているということですね。
そして、まあ、比べてみてください。特に腰の太さであるとかね、まあ、ポーズはね、それは真似てできますけども、こうした微妙なラインはで、まあ、表現できるものかどうかということを、皆さん自身の目で判断してください。いいですか？これは木造の彫刻なんですよ。絵ではないんですよ。立体彫刻の場合、何が難しいかと言いますとですね、ただ平面であれば二次元的な、まあ、いわゆる形を真似すればできるわけですけども、こうした立体彫刻の場合は、どの角度から見ても同じに作るという意味で難しいということなんです。わかりますか？たまたまこれはこの角度から見た像なんですけども、これでもこれだけ似てるというか同じなんですからね。これさらに、まあ、30度右、さらに60度右、さらに90度右から見ても、やっぱり同じようになるというふうにね、立体彫刻を同じに作るということは、極めて、まあ、高度な技術って言いますかね、が必要と言いますか、それがないとできないということですね。たまたまこの像はこの角度から見て同じようになるようにまあ写真を撮ったわけではないということです。そこを誤解しないでくださいね。立体彫刻を全く同じ像をですね作る立体彫刻で、ね、それを表現するということはいかに難しい作業であるかということはまあそれはまあ三次元の世界になってきますからね。これ上から見てもおそらく同じだろうと思いますよ。あるいは斜め下から見ても同じだろうと思いますよ。というような技術が必要だということですよ。絵はね、そのまま例えばトレーシングペーパーに取って書き写すっていうような作業できますけども、立体彫刻の場合はできない。そして大変奇妙なことにですね、この A と B は顔が違うんですね。そして A の顔はですね、まあ B の顔は C から持ってきて、A の顔は D から持ってきてるんですね。ここで、まあ、データの差し替えが行われているということです。まあ、肉体、体の方は A と B で別、まあ、同じにしてあるんだけども、顔の方は C と D を持ってきてくっつけてあるということですね。色はもちろん違いますけども、今丸で示しましたから、皆さん自身の目で確認してください。これはギリシャ彫刻にはあまり使ってない手法ですね。というのは、ギリシャ彫刻は顔はあまりいじりませんからね。例えば、ミトラ像は5体。まあ、ありますけども、4体ありますけども、はっきり分かってるのは4体ありますけども、顔は皆同じですね。まあ、要するに、まあ、こうして、まあ、データの使い回しと言いますか、A のところに、D の頭を持ってきて、B のところには C の頭を持ってきて、そして全体としては、A と B は同じ、まあ、風に作ってあるというふうに、まあ、小細工がしてあるということです。中部角は額の上のね、シワであるとか、それから目の形なども、中部角ご覧ください。これは兵馬俑はこの方式を使ってますね。ただ兵馬俑の場合はですね、首はいわゆる着脱式になってますからね。ですからまあ何とも言えませんけども、兵馬俑の体の兵士の体は、これと同じような、まあ小細工がしてあります。まあ要するに、全く同じでもまずいというふうにエイリアンは考えたんでしょうね。というふうに考えますと楽しいですね。まあ今度は C と D を比較してみますと、やはり同じだということですよね。で、やや、ほんのわずかだけ動きを入れたり、バリエーションを加えたり、あるいはほんの細かいところでパーツを変えたりということはしています。ですから私たちが現在持っている、まあ、3D の彫刻機械よりは、はるかに優れた彫刻機械を持っていたというふうに判断できますね。まあ、そういったものでこうやって掘り上げていくということです。まあ、しかし皆さん、この程度では多分満足なさらないと思いますね。ただ似てる。いや、彫刻してもできなくはできないんだ。人間でもできなくはないんだという形でですね、じゃあこれは人間が作ったものだというふうに、まあ、しがみつくって言ったら失礼かもしれませんけどもね、そこに固執するわけです。これはちょっと右の私今度どこかで確かめてみたいと思いますけど、これ透明になっていませんか皆さん。薄くまあ掘り込んであるのかどうかわかりませんけども、まるで絹の布のようになってますね。ですから私これどうやってこれ作ったのかわかりません。今わからないのでまた今度確かめてみたいと思います。左の方はこれ木で作ったという感じがわかりますね。木を掘って作ったということわかりますけど、右の方はどうもこれ布のようでもあるし、なんか透明感がありますよね。透けて向こうの腕が見えるって感じしますね。どうなんでしょうかこれ。どうやって掘ったんでしょうねなんてまたこう謎が湧いてきますがね。まあ、これギリシャ彫刻についてもまた言えるんですよね。ものすごい薄いんですよね。布まで彫り込んでありますか。同じことミケランジェロが、まあ、自画像の中にもやってますよね。薄い布を彫り込んで。その上には模様まで描き込んでますからね、ミケランジェロさんは。すごいですね。まあ、要するにこうして A、B、C、D を、まあ、並べていましたが、A と B は体の部分は同じだけども、C と D の顔をくっつけたというふうに、まあ、ですから、まあ、繋がっていくわけです。まあ、さらに調べてみたいと思います。まあ、しつこいですね、林浩氏は。今度は、会計はこんな像も作っているんですね。そして、ここで注意していただきたいのはですね、この服装なんですね。と同時に、顔もですね、よく注意していただきますと、二体同士ね、ペアで同じなんですよね、これ。まあ、顔の場合はですね、同じかどうかということは、まあ、その人の人相でわかるわけですけどもね。まあ、この顔を見ていただきたいんですけども、同じだな、というふうに
まあ、わかるわけですね。それでこの服装が不思議なんですよ。これ日本の服装じゃないんですよね。日本の仏法、僧侶はですね、こういう服装をしてます。これは南伝仏教の服装ですよね。となると、快慶は鎌倉時代の初期に、すでに南伝仏教の服装をしていたことになりますね。仮に南伝仏教の、いわゆる東南アジアの、いわゆる僧侶たちの、服装をしていたということになりますと、どうやって知ったのかということになりますし、また知って、したところですぐ真似するとは限らないと思いますよ。それは近く身近のね、やっぱり仏像を真似したと思いますね。同じことが今までの像についても言えるわけですね。日本の軍人さんは、あのような服装には着ていませんでした。で、こうした像もあるわけですね。これ名前いろいろついてますけど、まあ、今回は省略させてください。要するにこれらの像も大変よく似た像です。これはギリシャ彫刻の手法ですね。よく似てるんだけども違う。どこか違う。細かいところが違うってわけですね。そしてまあよく見ますと、細かいところが違う。しかしボディラインであるとか、基本的な部分は全く同じなんですね。ただ、上の、まあ、乗せているパーツが違うと。そのように、まあ理解を私はしています。これはギリシャ彫刻も同じ手法を使ってますね。しかし、腰のくぼみであるとか、脇の下から腰にかけてのラインを見てください。そういった基本的な部分は全く同じなんです。そして、この薄いこの布をですね、どうやって木で彫ったかという疑問もまた湧いてきました。これは本当に布なんでしょうか？木なんでしょうか？まあ、布に見えるもんですからね。皆さんどう思います？そして腕の太さも同じですね。たまたまこれはこの角度から見て同じだということですよ。おそらく斜め右から見ても斜め左から見ても同じだということです。なあち三次元の、仏像をですね、彫刻を母国するということはそれくらい大変なことだということですよね。まあ要するにこうして会計は作り上げていったわけですけども、まあいくらね、あの弟子たちが師匠の作った像を真似すると言っても限界がありますからね。で、さらに調べてみますと、まあ、これがですね、いいですか皆さん、先ほどちょっと言いましたけども、日本の軍人さんはですね、武士たちはこんな服装は着てませんでしたよ。会計はこのアイデアをどこで手に入れたかという問題ですよね。あるいは、これはまあ中国の、軍人さんの服に似てますけども、非常にこうなってますかね、寒い地方の軍人さんのような気がしますね。まあ中国で言ってもまあ、モンゴルとかね、もうわかりませんけども、あるいは、北の方ですよね。日本人はこれほどまあ、よほどその玄関の時以外は、ここまでは暑い服は着なかったんじゃないかと思います。要するにこれがですね、日本の軍人さんの服装ではないということです。そして同じような像をまた会計作ってますので、こうして並べて、まあ見ます。まあ四天王っていうこと、四天王像ですか？そうなってますけども、まあ、こうして並べてみますと、それぞれが一致するわけですね。で、まあこうして会計はですね、いろんな像を作ってるわけですよ。皆さんこの像をもう一回見てください。これ日本の、いわゆるその武士の像、先ほどちょっと写真紹介しましたけども、日本の武士はこんな服装をしてませんでしたよ。ですから、どこでこのアイデアを入れたかということですよね。まあ、ある一つ考えられるのは中国ってことになるわけですけども、ね、中国の、確かに軍人、まあね、例えばもうこのような服装をしているってことは、まあ、私たちはっきり喋ったわけではありませんけども、漢字としてはわかりますけども、少なくとも日本の武士の服装ではありませんね。いわゆる鎌倉時代の初期のですね、戦国時代にも入るわけですからね、一歩手前ですから、その頃の武士の服装とは全く異質のものだということです。なあち、こうした服装の、まあ、デザイン、コンセプト、いわゆるアイデアを会計はどこで手に入れたかということですね。先ほどの南伝仏教の僧侶の服装もそうですし、それから先ほど見せました、この細い、観音像のような像ですね。あれも日本人の着物とは異質のものです。まあ、このようにですね、会計の像というのは調べれば調べるおかしいなあち、こうしたデータは、まあ、おそらく日本で取ったものではなくて、日本の外で取ってきたものを日本で作ったというふうに私は考えています。まあ、それがですね、はっきり言えばエイリアンのドジということになるわけですね。同じ、まあ、アジアだから、まあ、同じような服装を着てるんじゃないか。じゃあこれを持ってきて作ろうじゃないか。まあ、そこまで勘ぐれば、勘ぐられるということになりますけどもね。まあ、要するにこれは日本の武士の服装ではない。それだけはまあ、しつこいですけども、確認しておいてくださいね。まあ、日本の仏像がなぜ、まあ、古代ギリシャの衣服を着ているかと言いますと、それはよく説明されますように、アフガニスタンで混入したというふうに言われていますね。それは、まあ、従来の考え方ですけども、私はそれについても、今、疑問符をつけ始めています。まあ、ともかくもこのようにですね、会計の像というのは大変よく似ている。左の方は簡略版ということになるんでしょうかね。右の方がですね、まあ、聖地版ということになるんでしょうかね。まあ、そのようにも解釈できるわけです。で、しかし顔は、まあ、同じなんですね。これまた、奇妙なことにね。今度は顔が同じなんです。まあ、ちょっと左の方が黒いですから、見にくいですから、まあ、色などを落としてみますけども、このように額のコンセプト、口のコンセプト、それから、同じなんですね。いかがでしょうか、皆さん。
まあ、このように、まあ、自分、まあ、判断なさっていただいてですね、会計真っ黒だってことになるわけですね。そこで、まあ、冒頭に申し上げましたように、10月17、18日と、まあ、小屋さんに一泊させていただきまして、そして自分の目で会計の作品を確かめてきましたが、まあ、最初に見て驚いたのが、その完成度の高さですね。ツーンとした完成度ですね。それほど大きな像ではありませんでしたけどね。高さが1メートルちょっとぐらいかな。それで、見させていただきましたけども、あまりの完成度の高さに驚きましたね。まあ、これは今後無事の横にある、まあ、根本体等のね、三門の中の仁王像ですけども、これはま、根本体等という大きな塔ですね。そしてこれがま、いわゆる今後無事の、まあ、中に飾ってあった、像の写真ですけども、写真そのものは先ほど言いましたように撮れませんでしたので、同じって言いますか像をですね、他のまあ公開されている写真の中から、こうして引用させて、転用させていただきました。ここなんです。皆さんこの線に注意してください。いいですか？この線です。これです。この線はですね、いわゆる凹んでる線じゃなくて浮き出てる線なんですよ。凸彫りなんですよ。いわゆる浮き彫りなんです。そしてこの線がですね、このまあ像の乗ってる台の線と、真一直線に繋がっているんです。これ水平にしてみますと、本当に真一直線に繋がっていること分かりましたんでね。私は展示室って目の位置を下へ下げまして、一直線に並んでいることを確認しました。一直線に並んで、分かりやすく言いますと、図示してみますと、この下の台の線がありますね。台の線。この赤い線が台の線です。そしてその真一直線の延長線上の線が、延長線がですね、左の岩にも刻み込まれている。しかもそれがですね、いわゆるその、内堀というか、いわゆるその、凹凸の、いわゆるその、大堀じゃなくて、凸堀なんです。浮き堀なんですね。ちょっと左、一番左にその、凸堀の様子をちょっと表現してみせましたけど、おかしいと思いませんか？おかしいでしょ？まあ私はおかしいと思いますね。これは一見中にね、掘り込んであるようにそうじゃない。この直線がですね、全く水平に、この台座の位置に一致しているということなんです。これをどう理解するかですね。私はこれはコンピューターで作った、まあ土地って言いますかね、磨き残して言いますかね、の、まあやる、その、線だと思います。というふうに。でも別の像でもう一つ像がありましたので、それで調べてみたんです。こちらの方はですね、解像度が荒いと言いますか、はっきり見えませんので、しかし、小屋さんの方で飾ってある像にはですね、3、4体、5体ぐらいあったのかな、その中の3体に全く同じ線がありましたので、まあ、できるだけ皆さん早く行かれて、ご自身の目で確かめられるのがいいかと思います。この像もですね、やはりこの、ここに線がある、んですけどね、ちょっと見にくいんでね、解像度が低いんで、線が消えてますけども、これがですね、やはりこの、凹凸の、まだ凸彫りなんですよ。浮き出てるんですね。はっきり言えば線が浮き彫りになってるってことなんです。中に掘り込んであるんじゃないんですよ。凸彫りなんです。なぜこの線があるかってことなんです。しかもその線というのは、台座の線と真一直線で繋がっています。それが後ろにぐるーっと回り込んでるんですね。私はこれはコンピューターで作ったという証拠の人だと考えています。いかがでしょうか？それでは皆さんさよなら。バイ。